はい、こんにちは。偏差値60超えの算数、今日は平均のちょっと難しい問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストにも行ってみてください。聞き流していくだけで難しい問題が解けるような夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、じゃあ早速やってみましょう。 A さんは4科目のテストを受けました。国語算数理科の平均は58点、国算理国語算数社会の平均は54点、算数理科社会の平均が61点、国語理科社会の平均は52点でした。4科目国算理社の得点はそれぞれ何点になりますか。さあ、じゃあちょっとやってみましょうね。まあ、ごちゃごちゃ書いてありますけれどもね、整理していきます。国語、算数、理科、社会、とあって、最初国算理だと平均が58、国語と算数と理科だと平均が58点、つまり 58×3 の174点が合計ね、この3科目のね。で、次国算社の平均は54点、国算社になると平均が54点になる。合計は 54×3 の162点。さあ、そして算数理科社会の平均が61点、算数理科社会の平均点が61点、合計は 61×3 の183点。そして最後に国理社、国語理科社会の平均が52点、国語理科社会の平均が52点、 52×3 の156点。さあ、これだけ分かってるわけです。で、この時にまあちょっと見てもらいたいのが、国語国語国語、国語全部で3回あります。算数算数算数、これも3回あります。理科理科理科、これも3回分ですね。社会社会社会、これも3回分です。国語がいね、同じ国語が3回分ずつ、それぞれ3、国産リーシャーとあって、そしてこの全部の合計が、ね、これ174、162、183、156と足してって、4、2、6、9、15、1の8、14、22、27に覚えておいて、2、3、4、5、675点。さあ、これどういうことか、ね、国語3回、算数3回、理科3回、社会3回、同じテストの3倍したものが675点ってことなんですよ。今知りたいのはこれ、国語1回、算数1回、理科1回、社会1回分で十分ですよね。3333で675点ですから、1111だったらこれ割る4すればいいわけです。675÷4 は4じゃないね、これ3だね、3だね、これ3だよね。3回全部3個分で675点ですから、ごめんなさい、675÷3は225点。つまり国足す3足す理足すシャーは225点なわけです。4科目の合計が225点なんです。ほと、まずここ見て、ここをね、社会分かりますよね。4科目で225点。社会以外の国産理で174点ですから、225点から174点を引きます。ね。そうすると、1、
51でいいかな。ね。だから社会が51点だとわかります。さあ、そしてここ2段目。理科だけ除いて162点ですから、225から162を引けば理科が出ますよね。これね。ほんと3、12、63点。理科が63点だとわかります。さあ、そして3段目、国語以外の三理社で183点ですから、225点から183点を引けば国語が出ます。さあ、2、12-8 で42点ですね。国語は42点。最後、算数。算数以外の国理社で156点ですから、225-156。ね。9。69点。ね。こんな感じでやってみてください。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。